皆さんどうもこんにちは、ヒカクイムズです。今日もですね、ウィニングリバプリ2020やっていきたいなと思います。今日はですね、ついに新企画持ってまいりました。何かというと、レート戦略坊主道やっていきたいなと思います。皆様、勘のいい方ならこれまたヒカクゲームズバカな企画やろうとしてるってわかると思うんですけど、その通りです。アホみたいな企画やっていきたいなと思います。で、ルールはすごく簡単。大事なルールは2つで、まず7月末までに僕レート1500を目指します。ウィレアプリで、はい、7月末なんで大体3ヶ月ぐらいですね。で、これが達成できなかったら、はい、髪型坊主にしたいなと思ってます。髪型坊主にしたいなと思ってます。もうこれだけですね。基本的なルールはこの2つになります。で、まあ細かいレート上げ時のルールで言うと、監督とか選手は自由に起用できますと。まあさすがに僕縛っちゃうと多分いけないと思いますので、はい、ここ縛りなしと、まあ当然これは当たり前ですけど、トリカゴ回線操作無効試合、僕はこれ必ずやらないと誓いますので、はい、そういった不正行為はなしで上がっていくという形ですね。ただ、心折れたらギブアップはするかもしれないので、はい、そこのところはよろしくお願いいたします。で、チーム名とかオーナー名に関しては、僕毎回変えようかなと思ってます。なりすましで違法行為とかされちゃうと困りますので、はい、まあ僕と同じような人と当たったとしても大体は違う人だと思っていただくといいのかなと思っております。というところですかね。で、一応ですね、特別ルールみたいな感じで、一応僕のレート上げを見せていくんですけど、沼ったりしたら猛者の配信者の人にアドバイスとかもらう回もあるかなと思ってますので、はい、そういったところも楽しみに見ていただけたらすごく嬉しいなと思ってます。まあぶっちゃけね、まだね、配信者の方々にアポ取ってないんですけど、まあ多分みんないい人だし応援してくれるかなっていうところで、はい、勝手にルールつけちゃいましたね。はい、あとは追加でこういうルールとか、あとはこういうところ見せてほしいとかっていうのあれば、コメント欄の意見ガンガン採用していい動画にしていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、で、この企画なんでやったかっていうのを軽く説明していこうかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと前にですね、中島選手とのね、あの対決動画って出したと思うんですけど、もうあそこで弱さを僕痛感したんですよね。まあ、まさにルフィの俺は弱いってところなんですけど、もうあんな感じなので、やっぱり強くなりたいなっていうのがあって、モチベーションが上がったっていうのが一つで、あとはですね、まあ今一平さんとか、あとメロンパンさんが通常選手縛りで1500目指してますけど、まあ、あの人たちってもう異次元レベルに上手い人が、まあ、無課金でもこれだけいけるよっていうのの証明だと思うんですよね。では逆に僕は普通かそれ以下ぐらいの人が頑張ればレート上げられるんだぜっていうところを見せていきたいなと思ってます。もちろんね、結構課金してるので選手の揃い具合とかはあるとは思うんですけど、まあ、努力でどれだけいけるのか、そんなところを示すような企画にしていけたらいいかなと思っております。で、スタートのですね、レートなんですけど、実は僕2020で本格的にレート上げしたことなくて、今が1234という形ですね。はい、なのでここから1500目指して地道に頑張っていくというところですよね。はい、で、スカットに関してはさっきも言ったように制限はないので、割ともうガチガチのスカットでいこうかなと思ってます。監督はね、これソルバッケンかな。はい、髪の毛もちょっとソルバッケンしちゃってますけど、はい、このソルバッケン監督のこのスタメンでやっていきたいなと思いますので、はい、ガチガチに勝負していきたいなと思います。さあ、ということで、まあ記念すべき一発目、勝っでね、スタートできたらめちゃめちゃ嬉しいんですけど、はい、頑張ってやっていきたいなと思っております。さあ、ということで、いや、対戦相手の方のレートとか名前もちょっと楽しみなんですよね。さあ、伝説のヤシヤシさん、ジェミニストームさん、全然元ネタわかんない。さあ、ということで、調子はまあ、このままでいいかな。うん、このまま行こうかなと思います。で、お相手さんがやっぱサントスか。サントス強いよね。そして因縁の100メッシいる。さて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 、ジェミニストームさん、そのストームに巻き込まれるのは僕かな、それともあなたかな、ということで、さあ、よろしくお願いいたします。まずはしっかりと、まずは落ち着いて攻めていきたいですね。開幕のこの試合なんで、これ多分動画化するんすよ。なので勝っていきたい。マジで負けても多分動画化するかな。負けても動画化すると思いますけど、しっかりと勝ち試合を残していきたいなと思ってます。なんか僕の動画はなんか勝ち試合だけ載せるっていうよりは、負け試合も載せつつ、なんか弱いところも見ていきたいなと思ってるんで、はい、まあまあまあ、なんか下手なところも恥ずかしがらずに見せていくような企画にできたらいいかなって思ってますね。さあ、ジョコビス、事故るな。おい、嘘だろ嘘だろ、危ねえ。おー、危ない危ない。おー、いきなりそのミスはなんだ。守備陣緊張してるね。みんなに今見られてるから、初めてガチスカが見られてるから緊張感があるのかもしれない。さあ、落ち着いて、マジで頑張ろう、マジで頑張ろう。ここちょっとね、いつもマイシエージェントとかふざけてるけど、この企画に関しては結構雑談少なめになると思う。結構ちゃんとやるから、ちゃん、あぶな。さあ、ネイマール、はい、フリットから、いやー、入らないか、惜しいね。今入ればまあまあまあって感じでしたか。さあ、ムバッペ、走らせないぞ、ここは走らせないぞ。オッケー、やばいやばい、あ、やばいやばい、あぶな。いや、もう2失点しててもおかしくないからね、今のところ。やばい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 。ちょっと待って待って待って。なんか動画でやっぱ喋りながらやるってこんな緊張すんだね。まあ、なんかね、毎週エージェントの72倍ぐらい緊張してる。で、全然喋れないわ、ごめん。思ったほど思った2倍ぐらい喋れない。想像してた。
緊張するわ。なんか負けちゃいけないっていうプレッシャーがすごい。終わったわ。やばい。ちょっと待って、嫌な予感がする。 OK、 守備しっかり切ってきますね、お相手さん。はい、ケイン、はい、ケイン完璧。ちょっと待って、ケインなんで決めない、今の。今のはもうこの企画スタートお祝いで決めようよ。 OK、 はい、メッシー、さあこっちに入れてフリット決めようぜ。 OK、 ナイス。全然ここで失点したくないですね。ここで失点するとかなりまずいんで、ここはもうガン下げ。オッケー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 。いや、追いつけたのは結構でかいですね。気持ち的にもすごく大きいので、はい、このままの調子で後半も行ってみたいなと思います。さあ、ここからもうインザーギー入れるわ。インザーギークソ強い。あとアランでよっかな。ちょっとメッシと変えて、アランで、まあとにかくやっぱ僕レート上げですごい大事だなと思ってるのは、負けるとめちゃめちゃレート下がるんで、とにかく最悪引き分けに持ち込みたいんですよね。なのでちょっと守備的にしつつ、ワンチャンしっかり狙っていくって感じですね。はい、ワンナイトラブ狙っていこう。さあ、よろしくお願いします。お相手さんの交代が何来るかですね。さあ、お相手さんどんな交代を切ってくるのか。うおー、徹底出向狙ってきますね。徹底してしっかりフライスループ。おい、レイナ何してんのマジで。しっかりフライスループ。おい、レイナ何してんのマジで。レイナ、ほんとバスケしないで、バスケしないでマジで。はいはい、ここ、いやー結構動き見えてたんだけどな。あの動き出し活かせればよかったですけど、オッケー、落ち着いて一度戻します。さあ、ゆっくりと作っていく。はい、インザギから、さあフリットだ、決めろ。オッケー、ナイスゴール。フリット優秀すぎんか。フリットの動き完璧でしたね。いやー、ここで逆転、しっかりと逆転。オッケー、はい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 、いいよ。さあ、いいよ。さあ、ラン、はい、ベッカムがオッケー、ワンパでアタック。はい、来た、いい、ネイマール、ネイマール、ネイマール最高。さあ、おい、まさか、やめてくれよ、やめてくれよマジで。初戦からこれか。これが今のウィールアプリなのか。頼むぜマジで。初戦勝っていく、ありがとうございます。さあ、レートはおー1243。ちょっともう1試合いっとく、もう1試合いって1250に乗せて終わっていこうか。ちょっとそれでいこう。オッケー、いきましょう。さあ、2試合目、バジュー後輩、いつもの人。やっぱミラン人気だね。まあ今週ミランのアイコニックが来てるっていうのもありますけど、レイナー、やる気出せレイナー、僕が頑張ってんだから。さあ、お相手さん、おー、ツリー型ですね。いいねいいね、超ハイレートハイで、あの中島選手がツリー型使ってましたしね。エイブラハム起用っていうのがなかなか渋いので、ちょっと頑張ってやっていきたいですね。レートも同じぐらいなので、おそらくこれで勝てば1250乗れるんじゃないかな。はい、まあでもこういうところで負けるのが比較ゲームズだからね。さあ、よろしくお願いいたします。楽しみだな、試合楽しいよね。やばい、ちょっと開幕ケア、開幕ケア、開幕ケア。オッケー、はい、オッケー、一度落ち着きます。落ち着いて、いや、こうやってミスするじゃんね、こうやってミスするじゃん、すぐそうなっちゃうから嫌だったのね。裏ケア、裏ケア、やばい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 。レイナ行け、レイナ、おーしよ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 し。さあ、決して無駄にしない、このアンディコールの動きだ。アンディコール、いやー無理だ、惜しい、惜しかった。今アンディコールへのバスターコール。はい、フリット、フリットからどうする、どうする、攻めてるよ。オッケー、ネイマール、ネイマール、その後ろから負けちゃうんだ。オッケー、コール。コール、一旦落ち着きましょう。こういう時ね、僕すぐ縦に急いじゃうんだけど、縦に急がないことが大事。特にうまくいってない時こそ、縦に急ぎすぎずに、うん、急いでんだよね。オッケー。さあ、落ち着きましょう。一旦落ち着いて。いやー、待ってー、待ってー、やらかさなかった、危ない。さあ、コールから。コール、逆にこうかわす。かわして、おお、終わりかい、終わりかい。いやー、ちょっと前半めちゃめちゃ攻められたな。いや、前半完敗なんで、ただ無失点にできたのが大きい。結局ね、負けないことがすごい大事なんで。さあ、ここでどうしようかな。インザーギと、はい、プリット変えて、とりあえずこれでいきましょう。とりあえずまだコール絶好調なんで、はい、この勝負の鍵はお相手さんのこのハイプレッシャーをいかにかわしていけるかっすね。もうそこに尽きる。はい、インザーギー、さあ、インザーギー、開幕最強、開幕最強の男、開幕最強の、うや、惜しい、開幕最強の男だったんだけどな、いけなかったっすね。いや、でもさ、やっぱ超ハイレートハイとか見て思ったけどさ、なんか上手い人さ、もうキックオフ
からの形があるよね。もうなんかほぼ入ってたもん。なんかすごい試合とかだと点取る、開幕で取る、開幕で取り返されるみたいな、それが3回ぐらい続く試合とかあったからね。いやまあ別に違法行為じゃないんで僕は全然いいと思いますけど、いやでもやっぱああいうとこも練習してるっていうかね、うまいなっていうのは思いましたね。インザギー、さあインザギーから来た、アンディーコール、アンディーコール、いや惜しいな、惜しいけどね。試しちょっと変えましょう、交代入れます、交代入れて、おいこれねちょっと引き分けになるかもこの試合、なんとなくだけど、はい、オッケー、さあ来た、アンディーコールからインザーギ打ち抜け、完璧、オッケー、インザーギ最強、インザーギしか勝たん、もうオッケー。さあここで交代、いや完璧じゃないかな、これちょっともう守備的にいきましょう、もう負けたくないんで、メッシとアラン変えて、どうしよっかな、もうベッカムも変えちゃおっかな、ベッカムは絶好調ですけど変えて、もうこいつ DMF でいきます、10秒でチューバー入れて、オッケー、これでもう完璧な守備でいこう、オッケー、よろしくお願いします。さあ、ホワイトさんはかなり焦ってるはず、ホワイトさんはかなり焦ってるはず、はい、いいよ、さあインザーギ抜けている、インザーギだ、ゴールだ、これが決定だな、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます、オッケーオッケー。さあまさかのこの企画2連勝で1250乗せて終わるのか、オッケー。さあラスト行こう、ラスト決めに行く、決めに行く、コールコール、バスターコール、オッケー、にゃー、さあ決まらないがしっかりと勝っていく、ありがとうございます、2対0、いやー内容的には完敗だったので、お相手さんちょっとかなりフラストレーションたまる試合だったんじゃないかなと思っております、ありがとうございました。ということで、はい、ではレートデイ1どこまでいったのか発表していきたいなと思います。無事1250乗りました、ありがとうございます。1255ということで着実に進捗してますので、これからも頑張っていきたいと思います。おそらく週 1,2 本の投稿になると思うんですけど、楽しみにチャンネル登録や高評価していただけるとすごく励みになりますので、特に高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう、バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の先週のロッククイズはこちらになります。いやーちょっと自分でもね、なんていう企画始めてんだって思ったんですけど、これもまあ比較ゲームズらしいかなというところで、はい、楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思います。また次の動画、明日はですね生放送がっつりありますので、よかったら遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。